こんにちは。社会人クラブチームミストラルでラクロスをしている小堀総称です。今日ご紹介するのはこちらのマッスルタワーです。このマッスルタワーは非常に安定感があっておすすめです。一つで腕とか胸とかお腹、そして背中などたくさんのところが鍛えられるので、時間がない人にもおすすめのマッスルタワー、早速やってみたいと思います。特に懸垂が難しいという方にはこのチューブを使ってやってみます。このチューブを懸垂棒に巻きつけます。このように巻きつけて自分の足を引っ掛けます。そうするとこのゴムが補助になってくれます。私の苦手なワイドをやってみます。できた。また懸垂の補助としてこのバランスボールを使います。自分の足元にバランスボールをはめ込んでもらって、このように使います。このようにやると苦手な懸垂もしっかりと深くできます。レッグレイズをやります。レッグレイズのポイントは足が床と平行に上がるように意識してやってみます。また呼吸の使い方としては、足を上げた時に呼吸を、ふーっと吐いてあげると効果的になると思います。レッグレイズは、腹直筋とか腹斜筋に効果があります。やってみます。これね、肘も痛くならないし背中もフィットするので、すごく安心して包まれている感があります。ハンギングレッグレイズは体の軸がちょっとブレやすいので、そこがブレないようにしっかり真ん中に軸が来るように、体をうまく使いながらブレないように意識してやってみます。次にですね、胸、腕、肩を鍛えるディップスをやってみます。最初は床と垂直になるようにしていただいて、少し前傾になってゆっくり下ろします。そして三頭筋を使って上がってくる。リップスもここにゴムをかけてやってみます。こうするとしっかり深くまでやることができます。腕立て伏せは胸、腕、肩が鍛えられます。体がしっかり一直線になるように軸を感じながらやります。今日はこのマッスルタワーをご紹介しました。一番はやっぱりこの自分の体を持ち上げることで、より負荷の高いトレーニングだったりとか、
場所によっていろんなところを鍛えることが、できますし、一つあればですね、安定感もあって、私もそうですし私の家族もみんな、使ってもらえる、そんな心強いマシンになってます。ぜひ試してみてください。